カナ！カナ、大丈夫か？さあ、早くこの屋敷を出るんだ。ええ。逃げることはできませんよ。あなた方は必ず戻ってくる。ほら、彼女の首、美しいでしょう。彼女は今日から暗闇の宝石として生まれ変わるのです。黙れ！行こうか、カナ。立てるか？ええ。安西君もうダメ。少し休ませて。そうだな、ここまで来れば。私たち助かったの？どうしたの？いや、何か対策はないんですか？一つだけある。自分の体に生えた実を食べるのだ。しかし、自分の実を食べた者はそれ以後、生き血を飲まずにはいられなくなる。